テレビや映画で活躍しているベテラン俳優の里見浩太郎は、若い頃は東映映画で時代劇に専門に出演していました。里見浩太郎はそんな若い頃に起訴されたことがあると言われていますが、それは真実か？里見浩太郎の現在、2021や結婚相手についても紹介します。 KGRRF339 KGRRF339 ツイートシェアシェア目次里見浩太郎のプロフィール。里見浩太郎の俳優としての経歴。里見浩太郎の現在2021は、若い頃に起訴されたことがある。里見浩太郎の結婚相手や子供について。まだまだ現役の里見浩太郎。関連記事はこちら。里見浩太郎のプロフィール。本名振り仮名佐野邦俊。佐野邦俊。所属事務所里見プロモーション。生年月日1936年11月28日。現在年齢85歳。出身地静岡県富士宮市。血液型 A 型。身長173cm。体重不明。活動内容俳優歌手。里見浩太郎公式ホームページはこちら。高校生の時 NHK のど自慢に出演。里見浩太郎さんは東京市渋谷区道玄坂の病院で生まれ、幼少期に静岡県富士宮市に引っ越しています。高校まで富士宮市で生活し、卒業後に上京しています。高校卒業前に NHK のど自慢に出演して合格していますが、この経験が芸能生活の原点になったと語っています。丸、里見浩太郎さんの佐野家は、武田信玄の父の代から武田屋に仕えた家系だったことが分かっています。里見浩太郎さんの祖父の代は、村で有数の財産家として知られていました。ただし、父親が戦死し、母子家庭になったこともあり、里見浩太郎さんの子供時代の生活は楽ではなかったようです。高校卒業後、静岡から上京して就職。里見浩太郎さんは、静岡県立富士宮北高等学校の卒業生で、高校時代は音楽部に所属していました。卒業後に上京して、叔父が経営していた築地の魚卸業の会社に就職しています。里見浩太郎さんは、働きながら歌手を目指しており、レコードデビューも内定していました。1956年に東映入社。順調に歌手としての道を進もうとしていた里見浩太郎さんですが、知り合いの女性が東映ニューフェイスに勝手に応募したことで、俳優としての道を歩むことになります。1956年に第3期東映ニューフェイスに合格することになり、東映に入社することになりました。丸、映画座で6ヶ月勉強した後に、大泉スタジオに残るか、京都撮影所に行くかを選択することになります。里見浩太郎の俳優としての経歴。里見浩太郎さんの俳優としての経歴はどうなっているのでしょうか。里見浩太郎さんの俳優としての経歴をまとめました。東映京都撮影所専属になる。時代劇が好きな里見浩太郎さんは、京都撮影所に独身寮があったこともあり、京都撮影所の専属になります。1957年に映画天狗街道で俳優としてデビューします。天狗街道の3本目の時に大ヒットした映画里見八犬伝にちなんで、里見浩太郎という芸名をつけてもらいます。丸、4本目の出演作となる1958年の映画金獅子門行くところで初主演を果たします。映画の主題歌金獅子門道中歌を歌い、歌手としてもデビューしました。テレビの時代劇でも活躍。時代劇映画や任侠映画で活躍していた里見浩太郎さんですが、撮影所の改革で時代劇は映画からテレビに移行していきます。
里見浩太郎さんは時代劇映画を守るために俳優組合に参加しますが、組合活動はうまくいかずに映画は任侠映画中心になってしまいます。丸、任侠路線は合わないと思った里見浩太郎さんは、テレビ時代劇を中心に活動するようになります。1970年に、里見浩太郎から、現在の芸名に改名しました。時代劇だけでなく、刑事物やアクション物にも多く出演しています。水戸黄門、のすけさん役を16年半務める。里見浩太郎さんといえば、最もイメージが強いのが水戸黄門でしょう。里見浩太郎さんは、1971年の水戸黄門第3部から第17部まで、16年半にわたって助さんこと佐々木助三郎を演じています。2002年には水戸光圀役となり、5代目の水戸黄門を演じました。丸、その後、シリーズ終了となる2011年まで水戸黄門を演じています。里見浩太郎さんはデビュー感もない頃に、映画で渥美覚之進を演じたこともありました。そのため、水戸黄門、助さん、賀来さんの3人を演じた唯一の時代劇俳優でもあります。舞台やディナーショーでも活躍。里見浩太郎さんは、1970年代後半になると舞台活動も積極的に行うようになります。名古屋みその座での座長公演、東京の明治座、大阪の梅田コマ劇場などの舞台に出演しています。1980年代に入ると、舞台でも主演が多くなっていきます。丸、80年代以降は歌手としての活動も多くなり、ディナーショーやコンサートなども精力的に行うようになります。里見浩太郎の現在、2021は、里見浩太郎さんは、現在何をしているのでしょうか。里見浩太郎さんは、現在もテレビドラマや舞台などで活躍しています。里見浩太郎さんの現在の活動についてまとめました。現在も俳優として活躍。85歳になった里見浩太郎さんですが、現在も俳優として活動しています。2020年4月から NHKBS プレミアムで放送された小吉の女房に、では、11代将軍、徳川家斉の側近、中野赤翁役で出演しました。2021年6月30日に放送された特捜9シーズン4の最終回では、警視総監役で出演しています。丸、里見浩太郎さんの公式ホームページでは、テレビ、舞台出演、CD 発売などの最新情報を知ることができます。2021年12は舞台に出演。里見浩太郎は、2021年10月に京都府立文化芸術会館で行われた舞台にも出演しています。舞台は、東映剣会の創立70周年を記念した、東映剣会創立70周年記念公演、です。里見浩太郎は、OB として昼の部に特別出演しました。丸、昼の部にはゲストとして、藤岡弘さんも出演しています。YouTube では、創立70周年の記念動画も公開されました。2021年3月には水戸黄門の舞台も、2021年3月には、名古屋、みその座で水戸黄門の舞台にも出演しています。名古屋、みその座で12年ぶりの座長公演ということでも話題になりました。舞台は2部構成で、一部の、水戸黄門、春に咲く花、に里見浩太郎は、水戸黄門役で出演しています。丸、第2部は、里見浩太郎 VS 純烈大いに歌うというタイトルで、純烈をゲストに迎えた歌謡ステージでした。若い頃に起訴されたことがある、真面目なイメージのある里見浩太郎さんですが、若い頃に書類送検された起訴されたというエピソードがあります。一体どういうことなのでしょうか？里見浩太郎さんが、若い頃に起訴されたエピソードをまとめました。
京都府警に内密に調査されていた。里見浩太郎さんが起訴されたのは1965年のことです。1960年代は芸能人などの著名人が銃を所持する事件が多発していました。映画俳優2人がハワイから拳銃を持ち込んだという情報を得た京都府警は1963年に捜査を開始します。まもなく1人の俳優が捜査線上に浮かびます。山城慎吾と共に拳銃密輸事件で起訴、拳銃を密輸したとして最初に検挙されたのは山城慎吾さんでした。山城慎吾さんは1963年末に拳銃所持が発覚して1964年春に罰金刑を受けています。しかしもう一人の俳優はすぐには分からず、1963年にハワイに行っていた俳優6人を調べることになりました。その後拳銃を持ち込んだもう一人の俳優が里見浩太郎さんであることが発覚します。1965年に2人は銃砲刀剣類所持等取締法違反と関税法違反で書類送検され起訴されました。好奇心でピストルを購入、里見浩太郎さんと山城慎吾さんはハワイのホノルルで興味本位でピストルを1丁ずつ購入します。1丁50ドルだったため当時のレートでは1万8000円でした。山城慎吾さんは撮影所で射撃の練習をした後に秋田野で暴力団の幹部にピストルを渡しています。里見浩太郎さんは帰国後に怖くなり、購入から4ヶ月後に山城慎吾さんにピストルを渡したそうです。懲役8ヶ月執行猶予3年の判決。起訴された里見浩太郎さんは1965年2月に懲役8ヶ月執行猶予3年の判決を言い渡されます。山城慎吾さんは懲役10ヶ月執行猶予3年の判決を受けました。里見浩太郎さんはお酒も飲まずに真面目な印象があっただけに、この事件で受けた痛手は大きかったと言われています。防衛から謹慎処分を受けた里見浩太郎さんは静岡県の宝光寺にこもって座禅を組むことになります。里見浩太郎の結婚相手や子供について、里見浩太郎さんは2度結婚しており、子供がいることも分かっています。里見浩太郎さんの結婚相手や子供の情報についてまとめました。1966年に一般人女性と結婚。里見浩太郎さんは1966年に一般人の女性と最初の結婚をしています。一般人の女性なので名前や詳しい情報は不明です。ただし産婦人科の娘という情報やミス横浜に選ばれたことがあるなどの情報があります。馴れ初めに関しては不明ですが、結婚してから7ヶ月後に長男が生まれているので出来婚だったことになります。1974年に離婚。元嫁との離婚理由は、里見浩太郎さんは結婚から8年後の1974年に離婚しています。詳しい理由などは明かされていませんが、仕事で忙しい里見浩太郎さんとのすれ違いが原因で離婚したと言われています。長男の親権は元妻が持つことになりました。離婚から2年後に再婚。里見浩太郎さんは離婚から2年後の1976年に一般人の女性と再婚します。一般人の女性ですが、元レスリング日本代表の風間栄一さんの娘で、信子さんという名前だと言われています。馴れ初めは不明ですが、パンアメリカン航空に勤務していて里見浩太郎さんより13歳年下だそうです。息子は俳優の佐野圭介、最初の妻との間に生まれた長男は俳優の佐野圭介さんです。
佐野圭介さんは高校生の頃から俳優に憧れていましたが、俳優になることは里見浩太郎さんにも反対されていたそうです。それでも大学の演劇科に入学して、卒業後は俳優座の研究生になります。丸、1990年1月の新春時代劇スペシャル、もみの木は残った、で俳優としてデビューし、里見浩太郎さんとも共演をしました。映画デビュー作の、戦争と青春、でオリーブ新人俳優賞と日本アカデミー新人俳優賞を受賞しており、演技力では高い評価を受けています。まだまだ現役の里見浩太郎、里見浩太郎さんの経歴や現在、若い頃に起訴されたエピソードについてまとめました。若い頃に信じられない事件を起こしていた里見浩太郎さんですが、その後俳優として成功しています。今後も円熟した演技を見せてくれそうです。